投げろミステリーハウス。皆様は常日頃どんなものを投げていますか？お、気まず。あ、これ野球をする方はね、野球ボールを投げるかもしれませんね、常日頃。ああ、私は常日頃何を投げてんだろう。私は常日頃投げるより受ける方が多いですね。例えば、まあ浮かんでこないんですが、よっと、おい、いけ。投げるの対義語は、あ、受け。おー、油。投げるの対義語は受けるでいいのかな。受ける、受ける、マジ受けるみたいなね。あ、マジ、マジ受けるみたいなね。あー、ちょっと早いな、マジ受けるみたいな。よし、今日はいよいよボス。あ、ルイジ、待て。しょうもなさすぎる。これこの下なんかないかな。さすがにないか。あー、ねえな。夜のステージですね。朝派か夜派かって人間は2つに分かれると思うんですけど、皆さんはどっち派ですか？私は断然、あれ、しくしょ、断然あれなんですよ。あ、ルイジ、断然あぶりゃー、断然朝派夜派なんですよ。断然夜派で、ちょっと話しながらって難しいな。難しい、よく話しながらやるよな、 YouTube やってる人。どっちかになっちゃうんだよな。断然夜派なんですよ私は。これも今夜の3時に撮ってます。あ、これいっぱい出んだ。あ、1個しか出ない。わお、なんか夜の方が静かでなんか良くないですか。帰ってこい。彼は朝方のようですね。夜のあのシーンとした感じが好きで、それこそコンビニとか、あぶね、行かないんですけど、コンビニとか行く妄想をして、あの楽しい、楽しんでますね。深夜のコンビニってなんか良さそうじゃないですか。そっか、爆弾で死ぬんだな、深夜のコンビニ。なんかあれっぽい、修学旅行のあの夜、消灯して、消灯時間前後のあの感じ、そわそわするような、楽しいような、あんな感じに似てますよね。なんか好きなんですよね、こそこそ隠れて、なんか楽しいこと、そわっと感じで、ほんと落ち着こう。コンビネーションプレイ。おう、
い。やべ、さっきのところなんかあったんじゃないかな。ちょっとお前こっち来い。あべ。うわ。旅行行きたいな。行くような年じゃないけど、修学旅行なんで楽しいんだろうね。あれね、謎じゃない。お友達と旅行に行くよりなんか楽しいよね。あの行事として行くのはあれなんであんな楽しいんだろうね。あれかな。でもわかんない。非日常感がある普通に行くのも非日常感あるよね。なんであんな面白いんだろうね、あの修学旅行って。ラッキー。修学旅行って言うとさ、あの告白みたいな。お最悪、最悪だよ。すごいことになってる。間に合え。間に合った。死んだし。ラッキー。うわ、ハンコねえじゃん。くそ。絶対ここじゃん。あ、ルイジ。チキショ。無理か。とりあえずクリアします。Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. バンバン。危ない。皆さんは修学旅行で気になるあの子に告白しましたか？私はしたことないですけど、でも今思えばするのも。味わえないあの感じ、甘酸っぱい感じ。気色ある。俺もこの子に告白しよう。あなたのことが好きだから。大好きです。ハンコを取りに行きます。そういえばさ、朝か夜かっていう話をしてた気がするんですけど、なんかさっき修学旅行がどうとか言ってなかった？私自分でも何を話してんのかちょっとよく分かってない。皆さん分かってます？そこら辺私は分かってないですけど、ハンマーには勝てない。人類にハンマーは入りすぎた。危ねえ。いや、ほんと危ない。土管の前だったよね。あれ以外はもう無視していこうか。これ取りたい。これ取ろうか。オッケー。はい、うまい。なんか大人になってからも修学旅行ってないのかな。修学って言わねえか。大人になってから、あれだね、大人になってからまたあの学生の頃に行った旅行先っていうのか、旅行先に行くっていうのもいいかもしれない。それでね、あ、最悪、やばい、come back here。 チャンネル登録。そうすればさ、あの時に感じ たことのない何か新しい発見に気づくかもしれない。新しい自分に目覚めるかもしれない。新しい自分に出会えるかもしれない。いいね、それ。絶対
体さ、趣味とか思考とか変わるもんね。子供っていうか学生の時と、まあある程度大人になってからどういう風に変わるんだろうね。あれと同じ感じかな。あの食べ物はさ、なんか昔は脂っこいものが好きだったけど、今はもうなんか魚料理、肉が好きだって、焼肉大好きみたいだけど、もう魚しか食えないよみたいなさ、あれと同じ感じで、あれなのかな、興味を示す場所もうなんかこってりした油ギトギトの、なんだろう、油ギトギトの場所ってなんだろう、うん、これを育てよう。よしよしよし、でこっちから登って間に合え、中にはあれだ、場所で言うと油ギトギトは、あの人がいっぱいいるところで、あっさり魚みたいなあっさりしたところは、あれあれ、人があんま来ないとこ、人があんま来ないとこってどこだろう、おっこいしょ、なんか寂れたって失礼だよな、風情のある、そう風情のある、なんかあれあれ、風情のある景色のいいとこね、風情のある景色のいいとこがいいよね。これやってなかったわ。え、多くない、あれ、え、どうしよう、近いよ、チームワークがなってないな。ほうれん草が大事だよ。僕は上から攻撃する、君は下から、あなたは AED を、そこで反省してなさい。あと取りこぼしもうないかな。6の C と6の帽子がまだやってないじゃない。ででででん。あった。これあれかな、いつぞやの透明土管の途中で、すんません来ちゃいましたみたいな、そういうパターンかな。ちょっと行ってみようか。ちょっと今日もやりたくないんで、次回やります。